ローマの雰囲気にもだいぶ慣れてきてエンジンかかってきましたね。ようやく念願のタバコを入手しました。結構強いですね。A few moments later. はい、ではホテルの前の通りをずっとまっすぐ歩いてバチカン市国へ向かいたいと思います。この水3ユーロってマジかよ。Jesus Christ! Light of water! やべえやついんだけど。これはすげえぞ。立派だな。いや、非常に気分がいいっすね。バスに乗って帰ろうかなとか思ってたんですけれども、この余韻に浸りながらね、歩いてホテルまで行こうと思います。朝5時半なんですけど、まだ暗いっすね。コロッセオ潜入しました。みんなこの水飲んでんだよな。腹壊さねえのかな。A few moments later.緊急で動画回します。マジでうめえこれ。ドルチェ頼んでしまいました。アマレットまでサービスでいただいて、もうとにかく気分いいっすよ。 A few moments later. ローマの市場に行ってみたかったんですけど、どこも昼過ぎで終わりみたいですね。
空いてますもん。たまたま訪れた場所なんですが、ヨーロッパののどかな村って感じですごいいいですね。ここがハイライトだな、ローマの。水が尽きたので部屋のコーラ飲みます。はい、雨がまた降り出してきました。夕食は良かったな。昼間のレストラン、ホテル近くのやつ見つけておいて。肉を食うかミートソースを食うかで迷ってます。お酒サービスいただきました。地元客の人が結構来ますね。うまいもん。いやケボーノですよ、ケボーノ。おはようございます。イタリア4日目の朝でございます。はい、ホテルをチェックアウトいたしました。今日はですね、これからテルミニ駅まで徒歩で行って、そこから新幹線に乗ってナポリ駅へと向かいます。ご視聴ありがとうございました。次はナポリ編でお会いしましょう。ではバイバイ。はい、今お姉さんに確認したんですけど、プラットフォームが決まるのが10分前らしいですね。すげえな。ローマを出て10分でこれですよ。いやー、田舎だわ。